GTMAX ガジェット部豊です今回は最近ちょっとびっくりした話があったんでそちらを話したいと思います GT <Max> まあ先日ね乾燥師の研究先生こと「研究 TV」という YouTube チャンネルの配信見てたんですよねでその配信の中で出てきた中でびっくりしたのが最近の盗撮とか盗聴は USB 充電器を使っていることが多いっていうのね 言っっってていてちょっとびっくりしたんですよね気になったんでねどんな感じかっていうのを調べてみたんですけど関西性あることなんであの商品には紹介できませんまあこういう感じに USB 充電器ってあってまあ大体この辺に USB 端子あるんですよね端子とこの辺にカメラがついてるんですよ、まあ、これもちろん見えないですけどここここにマイクロ SD のスロットがあるんですよねこういうい感じの USB 充電器っていうのがありましたねこれ何が厄介かっていうと USB 充電器なんでずっと電源供給されている状態なんですよだから無人蔵に動くっていう状態なんですよねただこのタイプはまだマシなのは SD カードを取る作業をやんなきゃいけないんでこれを仕掛けてるっていうのはほぼ99%身内なんですよ 残りの1%っていうのが侵入者とか横島な気持ちを持った業者さんとかだと思うんですけどでもまあほぼ99%身内の犯行だと思うんですよね。もう一つのやつがもっと厄介でなてうんですかねこれに w i f i 機能がついてたりもしくはここは SIM スロットになってて SIM を指すことによって スマホとかパソコンから操作ができるようになっちゃうんですよねこれが 3G 回線とか 4G 回線とかのやつがあるみたいですね SIM には電話番号っていうのは必ず割り振られてるのでその電話番号につなげるとカメラの映像っていうのが、まあ、スマホだったりとかパソコンにこう映るっていうような機能なんですよね基本的にもう日本だと電波法違反なんでやっちゃダメですけどねで w i フ f i もこういったものが規格通るわけないんで Fi、であってもおそらく電波法違反だと思いますねこっちの怖いところっていうのは一回仕掛けられちゃうとさっきの SD カードと違って外部から操作可能なんですよねそうするともう対処しきれなくなっちゃうんですよねで昔の盗聴っていうのは音声を外に出してるっていうような形だったんで発見って逆に楽だったと思うんですよだけどこのタイプだと w i f i とか 3G4G なんで一般的な電波ですよね要は 電話回線とかそういうやつなんで発見すごい難しいんじゃないかなと思ってるんですよねかなりこれタチの悪い盗撮用の機械だなと思ってるんですよねこれはちょっと本当に気をつけた方がいいと思いますねでまあ対処としては基本的にはあのよく分かんないメーカーのこういった USB 充電器は買わないってこととそこら辺に転がってるからって言ってなんか何にも書いてない USB 充電器は使わないで次に誰かからよく分からない USB 充電器をもらっても使わないってことが一番大事ですね、まあ、とにかく自分で用意したもの以外は使わないってことですねまあ、YouTube とかで USB 充電器の分解やってるような動画ってあるんですけどもそれで 紹介されてるようなものは基本的に大丈夫ですねこういったスロットとか出てこないんでこれ仕掛けられると対処法ないんで当庁バスターズみたいなやつも絶対これ分かんないはずなんですよよく分からない USB 充電器が家にあったらまず使わないこととコンセントに入っていたら外すっていうこれが重要ですねまあそんな感じで注意喚起としてこの動画を作りましたまあこういったね動画ない方がいいと思うんですけども実際こういったものっていうのはあるので気をつけてください以上です 今回の動画が参考になれば幸いです。今回の動画が良いと感じたらグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。